もうねこ,うこれになるとね、重く,重くてもびっくりするぐらいですねあの。本当にびっくりです。もうこう画面をねタイムラインのところどころ、例えば2分だったら2分のところをクリックしたら2分に飛び,飛びますけど、まあ、反応が遅い遅い。もうほら、もうね、こんな感じですよ。ほらね。もう、タイムラグは最低1秒が発生するわけですよ。こんな感じで。 それももちろんこう、ね、グローバルパフォーマンスキャッシュが唯一、こう、溜まっている冒頭付近をクリックすると、一瞬で出ると。この感じでシュッと。でもそこを超えると、もうモザイクです、今。8分の1に落ちて、16, <laughs> 16分の1になっちゃって。っていうふうになっちゃう、なっちゃうし、他のこういった、なんだろう、UI を触る、触るという、まあ、いじるスピードもね、ずいぶんね、レスポンスが落ちました。 僕、こんなにね、レイヤーを増やすの初めてなんで、ちょっとこう、そこは考えてなかったんですけど、今350近くのね、レイヤーの中でやってますけど、うーん、こんなに重くなるんですね、普段のね、操作が。もうあの、なんだろう、とにかく全てが、ほぼ全てが重いです。うん。一番なんだろうな、こう、 重くなったのが、痛感できたのがね、痛感で,できたっていうか、辛かったのが、えっ、ー、と、1個だけマスク処理をしてる部分があるんですよ。どこだったかなあ、そう、シャイだ。えっ、ー、と、どこら辺だったかなどこら辺だったか。あ、これか。えっとね、ここだ。 あ違うえっ、ー、とあ見ましたこうですねもうこの負担のコマ送りがもう超苦痛でねもう全然も <laughs> う まあ、あまりにも、んかこういう風にレスポンスが悪すぎるんで、グローバルパフォーマンスキャッシュに一回初めに読み込ませると、要は元としては元のデータ読み込んでるから、その後の加工とかがね、ねまあ、多少どんどん重くなってくるんだけど、読み込まない時よりもずっとレスポンスがいいわけですよ。まともなんですね。だそれができ,できなくなっちゃったから、い辛い、っていって言って,言ってるんで、<laughs> ここら辺はね、多分このキャッシュが動かないと、MacPro の新型が来ても、あんま解決してないんじゃないかと思ってますね。 さすがにねここら辺はそこまではただこの普段の操作とかはどうやら GPU は関係しているらしいんでマスクのマスクもねマスクを切る作業とかに関してもこういうふうにマスクにやってますけど例えば1個こう掴んでギューってやってもほらもう画面に全然通じるしてこないんですよ離してでまたなんかこうこれがねもう なんだろう今はいいですよ、この画面の解像度を半分にしていくから。だから、大きいところだとこういうふうにやるから辛、つらい、なんだこれ、画面が出ていないし。こういうふうに細かくするときは、拡大しなきゃいけないけど、拡大っつっても1倍だけど、1倍にしたらさらに重くなってね、もう、毎回毎回、すごい長い読み込みがかかったりするわけですよ。ここら辺が GPU ってすごい高速化されるって話なんで。 ここら辺は早くなると思うんです。ただ、やっぱりその、ね、グローバルパフォーマンスやキャッシュは効いてないところに関しては、それほど、なんていうかな、もう高速プレビューにしない、する、しない限りは、あんまり解決はしないのかなと。どうなんでしょうね。まあ、その Mac Pro もね、まあ、ちょっと話しておりますけど、え大、ー、手って掲示板ではね、今週に入ってからかな、あの、ついにね、出荷準備があったとか、ステータスが。 届いたとかそういった声が結構聞こえるようになったんで、まあ、2月の後半にもう差し掛かってますんでねいや、やっとかって感じなんですけど、そろそろこう一斉に飛び、えー、届き始めてるようです。僕の方もね、まあ、来週とはあんま期待しないんですけど、今月中には届くだろうと。うん、だからそしたら真っ先にね、これ CS6 だけど、MacPro には CC 入れて、 ちょっと環境違うけどそこでもう一回同じこのプロジェクトをね編集し直してみていろいろ検証してみますはい本当に辛いとにかく重いもうグローバルパフォーマンスが消えてくれたらこれはねすごく楽になるんです本当にびっくりするうんさっきのスクラブのタイムラインを動かす動きとかって見てもらったら分かると思うんですけど本当にプレミアかと思うような滑らかさうん なので、ぜひそこら辺はね、なんとか解決したいなと思ってるんですよ、うん。はい。ちょっと今日は、綺麗に収まったと思います、うん。来週は、そうですね、この、うん、まあ、ミュージックビデオもね、多分できてると思、思いたいんで <laughs>、できたら無事、できてたら、えー、こちらの方で紹介させていただき、 たいなというのと可能であれば Mac Pro 到着報告なんかできたらいいかなと思ってます。それでは浅草ムービーにデイをお届けしましたのは大峰でした。それでは皆さんまた来週さようなら。